コムソモリスクナームーレは、ロシア極東部、ハバルフスク地方のアムール川下流の左岸に位置する、港湾都市、工業都市である。人口は、約24万人。コムソモリスクナームーレの通り、コムソモリスクナームーレ駅は、バイカルアムール鉄道とボロチャーエフカジョムギ鉄道の、分岐駅である。このほかアムール上流やオホーツク海への水運や、デイコールカストリへの道路もある。 2018年10月1日までは、コムソモリスクのアムウレ市電も運行されていた。極東の中心都市ハバルフスクからの距離は404キロメートル。人口は、2002年全ロシア国勢調査で25万1283人。ハバルフスク、ウラジオストクに次ぐ極東ロシア第三の都市である。街の名前は、アムウルにあるコムソモールの街の意味で、現代中国語では、 強制上とも表記される。新朝時代はカワラリンと呼ばれた。1937年に撮影された建設後まもないコムソモリスクなアムーレ19世紀半ばまで、アムールが若流は満州の一部であり、真の領土だったが、1858年の愛軍条約でロシア帝国に割譲された。1860年にはペルミ州からの移住者がこの地に村を作り、 ペルムスコへと名付けられた。市の創立は1932年である。1930年にソ連政府は極東における経済と文化の建設指令を発表し、1931年8月にはアムールガー沿岸への造船所建設が発表された。1932年1月、造船所建設の場所はこの地に決まり、1932年5月10日に、 最初の建設労働者を乗せた船、コミンテルンとコロンブスが着岸した。以後、アムール沿岸の原野だった。この地に極東の中心となる工業都市建設が進み、ソビエト連邦共産党の青年組織コムソモールの若者や政治反らが集められて、飛行機工場や造船車などの建築作業に従事した。1945年までには、 ソ連極東唯一の製鉄所、アムール製工所も建設され、後には第二次大戦後のシュベリア抑流で連行された日本人らも住宅や工場、鉄道建設をさせられた。20世紀半ば以降、コムソモリスクナアムールは製鉄などをはじめとした金属工業、機械工業、石油生成、造船業、航空機製造などで栄え、極東の工業中心地となった。 コムソモリスクナアムーレ航空機製造工場は、スホーイの主力工場として、戦闘機などを製造し、現在も軍用機や民間機を製造している。ソビエト連邦の崩壊後は、極東唯一だった製鉄所の倒産など苦境にあったが、外資の導入による製鉄工場再編などにより盛り返しつつある。他に、石油製品パイプライン計画が進行中で、 コムソナリスクナーム売れの声優所からゲイコールカストリまで年間300から400万トンのそういう能力の見込み。冬の気候は極寒で1月平均気温は24.7度にもなるが夏は7月の平均気温が20.3と高く30度に達することも珍しくない空中写真。ありがとうございます。